ちなみに皆さん、明日はね、こちらがあるんです。さあ発表していいですか。こうして、いやちょっと待ってな、こうやって、よし。ということで、ちょっと、ま、明日の予告ですね。明日の告知か。明日の告知こちら、ドドン。じゃーん、ドドン。今年もやるぞー、ホロライブ大運動会2021年のね、ホロライブスポーツフェスティバル企画発表会、やったー。パパパラパパパラパパパラパパパパラパパパラパラパラパ。まあね、結構言ってましたけどね、やるやるって、やりますやりますって言ってましたけれども、明日みおちゃんと、みおちゃんのちょっと体調が良ければだけどね、もしかしたらあるかもしれないけど、みおちゃんもね一緒に、企画発表会を、行いたいと思います。まあ明日はね、まあみんなが気になるチームグループとかね、まあ企画概要とかね、まあもろもろ発表できるかなと思いますので、のでお楽しみにということでございます。まあみんながね心配するいろんなこととかも、まあ明日ちょっと話せたらなと思いますので、のでお楽しみによろしくお願いいたします。ほい。明日はね多分ね、ちょっとみおちゃんがどうなのかわかんないけど、うん、ということでお楽しみに。わー、ありがとう。よいしょ。ということで、まあ、明日夜ですね。夜発表します。